アメリカ独立戦争におけるスペインではブルボン家族同盟が更新され、スペインが1779年6月にフランスの同盟国としてアメリカ独立戦争に参入してから並行してアングロスパニッシュ戦争となった経過を解説する。フランスとは異なり、スペインはすぐにアメリカ合衆国の独立を認めようとはしなかったが、これはスペイン帝国の植民地で同様な反乱が起こる。 ことを助長させたくなかったからだった。独立戦争に正式に参入する前であっても、ニューオーリンズの重要な港を通じて、アメリカの反乱軍に武器やその他物資の供給は続けていた。スペインの最相フロリダブランカ伯爵ホセモニーのレドンドスペインの参戦は、フランスの場合と同様に、1777年10月17日に、 ジョン・バーゴイン将軍のイギリス軍内部隊が大陸軍とニューイングランド民兵隊の混成軍に降伏したサラトガの戦いの事実上直接の結果だった。この戦闘は二つの大きな結果を生んだ。一つはサラトガで7000名のイギリス軍が一挙に戦局から消し去られるという軍隊の損失だった。イギリスはすでに植民地にいる軍隊が足りなくなっており、この惨劇により、 地球上に配置する兵力の層がさらに薄くなってしまった。二つ目はサラトガの結果によって判断側植民知人が以前は持っていなかった自信を新たにしたことだった。フランスは以前から戦争に干渉する考えを持て遊んでいたが、この時点まで申請感もないアメリカ合衆国を適切な同盟相手とは見ていなかった。サラトガによってこの事態が一変に変わり、 1778年2月6日にアメリカ政府と同盟条約を締結することで正式に戦争に参入した。フランスの戦略は待望のあるものであり、最終的な目標としてイギリス本国への大規模侵略まで描いていた。フランスはアメリカ合衆国に援助の手を差し伸べる一方でイギリスのあちこちに散らばる植民地の占領も目指した。フランスは2年のうちに イギリスを圧倒的に打ちまかし、7年戦争で大量に失った領土を取り返せるものと考えていた。フランスの戦略立案家たちにとって、これを達成するためには、特にイギリスが圧倒していた海軍の分野でフランスとスペインの戦力を合わせる必要があることがすぐに明らかになった。フランスは古くからの相互の敵国に対する同盟に、 スペインが加わるよう圧力をかけ始めた。スペインは、初めの打ちためだった。1777年、新しい最小のフロリダブランカ伯爵、ホセモニーのレドンドが権力を掌握し、イギリスの自由な伝統の多くを取り込む、改革計画を持っていた。フランスは1713年に、ブルボン家が、スペインの王室を支配するようになって以来、保たれていた名役である、 ブルボン家族同盟の原則を再開することをあてにした。この同盟はオーストリア継承戦争や七年戦争で用いられたものと似ており、国益についての感覚と同じくらい血筋の真の絆を重視するものだった。1779年6月までにイギリス側は特に体調になっているように見えた。スペインはついにフランスの圧力に屈して参戦し、アラン・ヘス条約を結んだ。 ただし、新しいアメリカが死中国の連合を全体的に認めていなかったので、実質的にその同盟国になることはなかった。スペインの主要な目標は7年戦争の時と同様に1704年にイギリスに占領されたジブラルタルとメノルカ島を回復することだった。 この戦争の中では最初で最も長く続いたのが1779年6月24日から1783年2月7日までのジブラルタル包囲戦だった。包囲側のフランススペイン連合軍は一時期10万名を投入するなど勢力では優勢だったが、ジョージ・オーガスタス・エリオット指揮下のイギリス軍はこの要塞を持ちこたえることができ。 1780年1月のサンビセンテ岬の月光の海戦の後には海上から補給も受けることができた。さらに老齢だが活動的なルイス・デコルドバでコルドバがイギリスの輸送船団を捕まえる機会があったが、イギリスのリチャード・ハウの艦隊は1782年10月のスパルテル岬の海戦後にブジジブラルタルへの補給ができた。 フランス・スペイン連合軍は1781年にメノルカ島に侵攻した時はより大きな成功になった。メノルカ島は翌年降伏し、80年間近くイギリスに占領されていた。この島は戦後スペイン領として回復した。頂点となったペンサコーラの戦いでイギリス軍の前線を圧倒するスペイン軍、カリブ海では7年戦争の時に ハバナを占領したイギリス軍のキューバ遠征を思い出してイギリス軍による可能性のあるキューバ上陸を阻止することに主な努力が向けられた。その他の目標としてはスペイン領フロリダの再占領とベリーズにおけるイギリスを巻き込んだ製材業の論争を解決することだった。アメリカ本土ではスペイン領ルジアナの総督ベルナルド・デ・ガルベスがミシシッピ川流域にある イギリス軍の砦に対する一連の攻勢を引き、まず、マンチャックのビュートトリデを占領し、ポンチャートレインコの古城戦では、イギリスの艦船を捕獲し、続いて1770、1780年のイギリス領西フロリダの首都、ペンサコーラを占領するための遠征では、ハリケーンのために挫折したが、ガルベスの軍隊は1781年のペンサコーラの戦いで、 イギリス軍に対して決定的勝利を奪い、西フロリダ全域をスペインの支配下に置いた。このことで補給のための南側経路を確保し、ミシシッピ側を経由するアメリカ合衆国西側辺境へのイギリス軍による攻勢の可能性を指した。スペインが参戦した時、イギリスもカリブ海では攻勢を取り、スペイン領ニカラグアへの遠征を計画した。 サンフェルナンドで思わに足場を築こうとした、イギリスの試みは1779年10月に撃退され、ニカラグアのサンフアントリデに対する1780年の遠征は初め成功したが、大熱病など熱帯性伝染病のために、軍隊の大半を失い、ジャマイカまで撤退することになった。ベルナルドでカルベススペインはこれらの成功に続いて、攻勢を続け、 1782年には戦闘なくしてバハマ諸島を占領した。1783年、ガルベスはキューバからジャマイカ侵略の準備をしていたが、イギリスが停戦を求めた時に、これらの計画は中断された。スペイン領ルイジアナにあったスペイン守備隊は1780年のセントルイスの戦いで、イギリス軍とその同盟インディアンによる攻撃を跳ね返した。その一年後、 スペインの派遣部隊が現在のイリノイ州まで進み、現在のミシガン州にあるセントジョセフトリデを奪取した。スペインがこの地域でさらに進行する可能性についてはアメリカ人の間でも心配事になった。詳細はパリ条約を参照7年戦争でスペインがうまく実績を残せなかった結果としてアメリカ大陸の植民地当局が行った改革が 成功したことになった。スペイン軍は少なくとも終戦までアメリカ大陸では負けることを知らなかった。その結果として1783年のパリ条約では西フロリダとメノルカ島を取り戻しバハマ諸島と東フロリダを交換した。しかしミシシッピ川より東の土地は新しく独立したアメリカ合衆国の一部として認められた。スペインが アメリカ独立戦争に関わったことは一般に成功事例として認められた。スペインは戦争に参入する賭けを行い、イギリスが北アメリカの反乱植民地軍と戦う一方で、成長する国家連合に対して地球規模の戦争を遂行しているために生まれた脆弱性につけ込んだ。イギリスは数多い様々な前線で戦争を遂行するために次第に伸びきっていったので、 スペインは特に新世界において容易に征服を果たすことができた。この戦争では前の七年戦争の結果イギリスに対して大きな敗北をこむったためにひどく揺るがせられていた国民の士気を著しく高めた。スペインが最も望んだ標的だったジブラルタルは確保できないままとなったとしてもメノルカジマを回復しカリブ海での主役の座を取り戻すことで償われる。 以上のものがあり、あたかも、スペインが強国として19世紀にも生き続けるかの、ような活気ある印象を与えた。スペインは同盟国であるフランスとは特に対照的に、この戦争から実質的な結果を得たように見られた。フランスは大量の兵力、金及び資源を投入し、国として、はっきり得られたものは少なかった。フランスは支払いに苦しんでいた負債を残したままであり、 それが1789年に勃発したフランス革命の大きな原因の一つになった。対照的にスペインはその負債を容易に支払うことができた。戦争の結果として特に重要なことは最初はフロリダブランカ博の立場を高めたことであり、彼が1779年にスペインが参戦する時に強く懸念を表明していたにもかかわらず、 フロリダブランカ博とその政府は1792年までスペイン政界に君臨し続けた。またこの戦争ではピレネー山脈を境に接する隣国とスペイン王室を結びつける長く続いてきたブルボン家族同盟の力を補強した。この同盟が続くことでスペインはフランスブルボン王室が大いに復帰する試みである1790年代の フランス第一共和制に関わる戦争に進んだ。スペインは戦後新しいアメリカ合衆国との関係では不穏な情勢になった。フロリダ国境に関する論争やフロリダにいるインディアムをうまく管理できなかったことがアメリカ人による現在のテキサス州への政法進出に関する心配と組み合わされ、1819年のアダムズ・オニス条約では アメリカ合衆国がテキサスに対する領有権主張を諦める代わりにフロリダを取得することになった。緊張関係は存在し続け、特にキューバに対する貿易と商業権益については1898年の米西戦争で頂点に達することになった。ありがとうございます。